リオセール情報、詳細が出たぞ。あんまんちゃんはね、お休み中でございます。ぐっすり寝てます。ゲオのサマーセールのね、詳細が、発表になりましたんで、今日もね、ゲオのサマーセール、見ていきましょう。8月5日から8月16日までのね、長期間のセールになります。ですのでね、まあ、お盆休みも含みますんで、ぜひね、皆さん行ってみたらいかがでしょうか。それでは、ゲオセール見ていきましょう。ゲームソフトですね。2本同時購入ごとに、合計金額から500円引き。これはね、前回の予告でもね、お話ししましたね。2本買うと500円引き。500円以上のものですね。税抜き価格で。それが対象になります。でですね、任天堂スイッチから、見ていきますね。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドですね。こちらがなんと税抜きで999円。税込みで1098円ですね。これはかなり安いですよね。場所によってはね、1000円ぐらい安くなると思いますよ。ネットで買ってもね。ディズニーマジックキャッスル、マイハッピーライフですね。こちらも、ネットで買うよりは安いんですけど、700円から500円ぐらい安いかな。じゃあ次ですね。スーパーマリオパーティーと大乱闘スマッシュブラザーズですね。スーパーマリオパーティーはかなり安いですよ。お得ですよ。これはね、相場で考えると1000円から1500円ぐらい安いと思います。スマブラに関しては、こちらね、500円ぐらい安いかな。税込み価格で考えたときに。だからね、かなり安いです。それでは次ですね。スーパーボンバーマン R と、アルセウスですね。こちらはですね、ボンバーマンの方は、ちょっと高いかな。2、300円高いと思います。で、アルセウスに関しては、300円から500円ぐらい安いかな。もうここまで来たらいいんじゃないですかね、アルセウス。まあ、同時購入でね、まあ、さらに安くなりますしね。それでは次でございます。ポケモンスナップと、モンスターハンターストーリーズ2かな。これはね、相場通りかな。大体。なのでね、2本もセットで買うと、安くなると思います。税込みで考えたときにね、そのぐらいの金額になると思います。それでは次ですね。マリオオデッセイと、スーパーマリオ 3D ワールドと、フェリーワールドですね。こちらですけれども、オデッセイの方が、300円から1000円ぐらい安いかな。結構ね、高騰してるんですよね。で、スーパーマリオ 3D ワールドの方は、500円から1000円ぐらい安いと思う。だから場所によってはね、安いので、購入するチャンスだと思います。それでは次ですね。マリオメーカーですね。こちらはだいたい相場より100円ぐらい安いかな。まあ、安いですよ。もうちょっとね、値をつけてるショップもありますね。ルイージーマンションは、100円から300円は安いんですけれども、場所によってはね、1000円ぐらい高く売ってるところもありますね。じゃあ次ですね。プロ野球スピリッツ2021ですね。こちらはね、500円から600円ぐらい高いと思います。ファイアーエムブレムですね。これはね、結構高いんじゃないかな。500円から場所によっては1000円ぐらい、高いと思いますね、これはね。なので買わない方がいいかなっていう感じですね。それでは、プレイステーション4ですね。エルデンリングですね。これはね、税込み価格で考えたときに、ネットで買った方が、
100円から300円ぐらい安いと思いますね。まあ場所によってはね、もうちょっと安売りしてるところがあるかもしれないですね。じゃあ次ですね。バイオハザード、RE3 ですね。Z バージョンの通常版ですね。こちらは800円ぐらい安いっすよ。これ欲しいな。まあ、やることはないんだけどね。でも、買っときたいな。じゃあ次ですね。キングダムハーツ3はね、これはね、相場通りなんですけど、もうちょっと安く売ってるところあるかも。200円ぐらい安く売ってるところが。テイルズ・オブ・ベルセリアは、これはね、安いっすよ。200円から700円ぐらい、安いと思っていいと思います。ですから、買いですかね。それでは、次ですね。ゴースト・オブ・ツシマは、400円から700円ぐらい安いかもしれないです。で、ファイナルファンタジー7のリメイクですけれども、こちらはね、相場通りか、場所によってはね、500円ぐらい安いかな、みたいな値段ですね。続いてはね、ゲーム機本体ですね。ゲーム機本体を見ていきましょう。今回ね、ゲーム機本体は、なんとね、全品ですよ。なんとね、2000円引きというね、セールをやっているんですよ。ですのでね、ぜひ、探してみてください。なんかね、ファミコンミニは、パーツ扱いで2000円引き対象じゃないって言ってる方もいたんで、ぜひね、店舗の方で、それはね、ちょっと確認してみてください。任天堂スイッチですね。こちらが、まあ、2000円引きになるんで、まあ、2000円引きになった価格がこれか。どうかな。私はね、スイッチライトがもうお買い得だと思う。なので、スイッチライト狙いかな。いや、これはね、いいと思うね。で、プレイステーション4ですね。こちらがもう21,980円。まあ、税込みで24,000円ぐらいですね。まあ、保証がついてるからね。レオで買うのはすごくいいと思いますけどね。で、プレイステーション4プロですね。こちらが35,000円ぐらいということで。まあ、プレイステーション4をお探しの方はね、今回がチャンスなんじゃないでしょうか。というわけで、8月5日から8月6日まで、セールが行われます。今回はね、長期間セールが行われるので、ぜひね、皆さん、行ってみてください。で、特に私が気になったのはね、ゲーム機本体2000円引き。これがね、まあ、どんなゲーム機が、中古でね、置いてあるかにもよりますけれども、これがね、結構気になるんで、複数店舗ね、回りたいですよね。で、ソフトの中でね、気になったものがね、こちらですね、ポケモンスナップ。これはね、ちょっと欲しかったので、まあ、これを機にね、買うのはありかなって、ちょっと考えましたね。あとですね、こちらのマリオオデッセイ。これももう、買いじゃないかな。まあ、これ以上安くならない気がする。あとね、こちらですね。スーパーマリオの 3D ワールド。これも、買いたいんですけどね。まあ、安いんですけど、やっぱりまだ高いかな。2000円台ぐらいまでなったら欲しいですけどね。そこまででも下がる気しないからな。今回買っちゃうのが、お得かもしれないですけどね。でですね、バイオハザードの RE3 ですね。これはね、
ちょっと欲しいんですよね。でもね、グロいから多分プレイすることはないんですけど、まあこの値段ならちょっとまあコレクションとしてね、買ってもいいかなっていう感じですかね。あとね、こちらですね、 FF7 のリメイクですね。まあこれもそろそろいい価格になってきたんで、そろそろ買い時かなっていう感じですかね。というわけで皆さんは何が、欲しくなりましたか。ぜひ夏休みはゲオセールへ行ってみてください。今日もねご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いや、ゲオセールね、始まりますね。明日からですよ。なのでね、ぜひ皆さん、楽しんでくださいね。またね。